こんにちは、クロネコワンセットです。はい、今日の動画ね、これです。茶番劇ちょっとね、このチャンネルのコメントで、まあ、キモーターと呼ばれましてですね。あ、なるほど、なるほどと、うん、確かになって、うん、わかるわかると、キモい、キモいよな、みたいなオタクだし、最近じゃね、下手なギター弾いて、変な歌歌って、とかね、そんな動画も公開してるし、まあ、おっしゃる通りだな、と思ってね。うん、まあ、そのコメントがどうこうじゃなくていいんだけど、なんて書いてあったかな。一番最初に、まあ、要キモータ的な、うん。ねえ、そうそう、僕、ヘラブナツリー好きじゃないですか。問題好きなんですよ。ねえ、ヘラブナツリーの動画についたコメントなんだけど、その、サオサボキが下手だとかね。うん、サオのこと何も知らないとか、まあ、ほんとその通りなんです。ド素人なんですよ、僕。うん。ド素人すぎてね、でもね、楽しいよね、なんて言うんですか、下手の横好きじゃないけどさ、ド素人がさ、いろんな人の話聞いてね、動画見て、おすげえ、この人のやってることすげえ真似してみようとかね。うん。なんでね、めちゃくちゃ楽しいです。うん。ほんと、ただ、めちゃくちゃド素人です。間違いない。おっしゃる通りで。ただね、僕感心したのが、何さんだったかな、なんとか、アルファベットで、シックスさん。SIX さん、頭になんかついてたら、そのね、コメントをその、キモータ呼ばわりするコメントを書き込んで、そのコメント多分消すんだろうね。そうすると、僕のとこには、そのコメントがまるまる通知で来るんだけど、そのコメントを辿って、ブロックしようにもできないし、コメント削除してあるとさ。で、結局その動画を見た人に、自分のその、コメントを見られることもないじゃない。うん。あ、上手だなーって、こういうやり方あるんだーと思って、すげえなーと、この人すごいなーと思ってね。うん。あ、そんなことまでしてね、キモータとか、ド素人だとか言ってくれるんだと思ったら、面白くなっちゃって、動画作ってますみたい。うん。ただね、こっからはまた別の話なんだけど、なんていうの、わざわざ通知だけ残るようにして、たどれないようにして、言いたいことだけ言うっていうね。その匿名の傘に隠れて言いたい放題言うのよりももっと立ち悪いよね。なんかね、すごくそういうやり方がキモいんじゃねみたいな。そっちの方がすごくキモいよな。キモいよねって思っちゃったりするんですけど。ただね、その僕のチャンネルにね、寄っていただいて、コメントをしてくださると。いう点ではもう大歓迎ですのでね、今度はぜひ、コメントを削除されることなく、どなたにもわかる状態でね、うん、どなたにもわかる状態でコメントしたって、どの道匿名なんですからね、好きかって言ってた方が、まだキモくねえんじゃねえかな、みたいなね。そんな感じです。私がキモいのはね、今に始まったことじゃないんでね、うん、うん、もうね、この年でね、おもちゃいじってニヤニヤしながら動画作ってみたいなね。うん。ただ、そんな自分が大好きだったりしますんで、もう、褒め言葉でしかないですからね。という感じです。そうだな、そのなんちゃらシックスさんは、まあ、釣りの動画にコメントくれたってことだから、僕の釣りの動画が気に入らなかったんだろうね、多分ね。うん。素人すぎて、下手すぎてね。まあ、画質も悪いしね。釣りの動画、僕の。だからなんかいろいろ思うとこあったんだろうね。まあ、言いたいことあるなら、ちゃんと記録に残る形でっていうか、お互いやりとりできる状況で言いたいこと言うのが、大人のやり方だと思うので、うん。そんな風に してくれたらまた、いいのかな、みたいな感じです。なんとかシックスさんね。通知だけ残るように自分のコメント消すみたいなことに。こすきもいことしないで、ちゃんと、なんか、コメントをおっしゃっててください。うん。そうそうそう、シンベラのシーズンなんでね、シンベラ放流したら、私また釣りって、証拠りもなく釣りの動画上げさせていただこうかななんて思ってます、ど素人が。またあれなんですが、キモい動画を上げちゃって申し訳ないですが、そんな感じになってます。
ってことでね、今日の番組はこれでおしまいです。まあおっしゃる通りの肝を食べ申し訳ないですが、まだこの調子で動画は作らせていただきますので、皆様、ご応援よろしくお願いしますという感じです。はい、バイバイ、またね。